Go to the top ジャムボイストレーナーの鶴さんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、少し前に公開された JO1 グラデーションオフィシャルリリックビデオ、こちらをですね見てリアクションしていきたいと思います。鶴さんのナポネボーカルルーム。今回リアクションするグラデーション、こちら JO1 のメンバーのですね、王子こと白岩瑠姫さんがですね主演として出演している映画夜が明けたら一番に君に会いに行く、こちら9月1日からですね全国ロードショー開始されているんですけれども、こちらのテーマソングということでですね、どのような曲なのか聞くのが非常に楽しみです。今回リアクションする動画まだ見ていない方、期間限定公開なので概要欄に URL 貼っときますんでね、早く見てみてください。そして現在鶴さんダイエット企画中でございます。その名も100日後に JO1 佐藤圭吾さんに俺はなる、圭吾さんと同じ体脂肪率 3% を目指して日々ダイエットに励んでおります。今ちょうど折り返しぐらいまでの撮影の方が終わって、ちょっと公開がね今遅れているんですけれども、できるだけね毎日公開できたらなというふうに思っております。その中でダイエットで役立つ知識だったりトレーニング、そちらの方紹介しておりますので、ぜひチェックよろしくお願いします。今回のダイエット企画はですね、ショート動画をメインで公開しておりますので、サクサクっとね見れると思いますので、ね、ぜひ見てみてくださいね。鶴さんのラポネボーカルルーム、こちらのチャンネルは私鶴さんが大好きな JO1 と INI の魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声解説動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは早速 JO1 でグラデーション見ていきたいと思います。お、映画のワンシーンかな。あ、綺麗な入りだね、曲がね。お、王子JO1 グラデーション。あ、王子の声優しい。お、スカイさん、あーいいね、青春。お、ショヤさん、はい、つるちゃん。お、小生さん、お、エース、いい声。バン、わー、たくみさん、このね切り裂くハイトーンがかっこいいんですよ。お、圭吾さん、圭吾さん、わー、いい。あー、レンさん、いいね、この歌い方かっこいい。お、マメちゃん、お、リーダー、わ、すっげえいい曲。あ、で、王子に来るわけね。あ、ここで終わりですか。 JO1 グラデーションオフィシャルリリックビデオ見ていきました。映画のシーンとね、レコーディングのシーンがこうねコラボレーションしてるみたいな、そんな感じの動画の内容でしたね。いや、めちゃくちゃかっこいい、濃いこの曲。なんかサビのあたりとか特に JO1 らしさっていうのが出たかなっていうふうに思います。で、曲の入り、王子のね優しくて甘い声から始まってね、すごく雰囲気がありましたよね。欲を言えばね、フルコーラス1曲全部聴きたいなというふうに思いました。やっぱ映像があっての1曲フルってね、やっぱ違いますよね。すごくそのバージョンが見たいなというふうに思ったんですけれども、曲の作りがですね、サビでこう盛り上がっていくために B メロの最後の部分ですね、ここで転調って言って曲のね使ってる音階が変わってることを転調って言うんですけど、ここで一気にねガラッと雰囲気を変えて、こう疾走感を持ってですねサビに突入みたいな、こういう曲調大好きですね。映画の方もね、僕はまだ見れていないのですごく気にはなっているんですけれども、もうねジャムの皆さんは見られた方多いと思うんですけれども、コメントで内容を教えてくださいって言うと、まだ見てないジャムの方がねネタバレってなっちゃうので、皆さん内緒ですよ
たらね、内容じゃなくて映画どんな感じの映画だったのかっていうのをね、感想ですね、内容にこう触れない感想、すごく感動しましたとか、王子がすごく素敵でしたとか、まあ、さっきの動画の中ではね、映画のワンシーンがあって、こうなんか青春時代のみたいな感じだったんですけれども、あの頃の思い出を思い出してキュンキュンしちゃいましたとかね、そういったね、内容に触れない感想の方をお待ちしております。おそらく今までの流れで言うとね、僕さっきねフルの映像が見たいと言ったんですけども、フルの映像はおそらく公開されないと思いますので、音源を聞きながらレコーディングしている風景を想像しながらね、聞こうかなというふうに思います。以上、 JO1 グラデーションオフィシャルリリックビデオリアクションでした。いや、ロング動画の方のね、撮影が久しぶりな感じがして、ちょっとね、撮影手こずってしまいました。編集でね、うまい感じでこうまとまってるとは思うんですけど、やっぱり動画撮影もこう定期的にやらないと衰えるなというふうなことをね、痛感しましたので、できるだけね、定期的にロング動画の方も公開していこうかなというふうに思います。今ね、どうしてもダイエット企画中でショート動画の方がねメインな感じになっちゃっているんですけれども、最低でも週2、週3ぐらいはロング動画公開できたらなというふうに思います。ただね、毎日2時間3時間走ってるんで、結構ね帰ってきてクタクタで、ご飯食べてお風呂入って、もうそのままねゆっくりしてたら寝落ちしちゃって朝を迎えるみたいな日がすごく多いんですよ。なのでこのままじゃまずいなというふうにも思っているんですけれども、ダイエット企画開始してからですね、100日後っていうともう10月下旬とか、まあ、11月初旬あたりになるんですけど、そこまでに体脂肪率 3% 間に合わなかったらどうしようっていうね、不安な気持ちからこう頑張って走ったり、いろんな情報を調べてですね、体脂肪をこう落とすやり方みたいな、そういうのを実践していてですね、なんかこうここに来てね、恐怖感と戦ってます。なのでほどほどにして動画の方もね、公開していこうかなというふうに思います。なので今後の鶴さんのね、体型の変化に注目していただけたらなというふうに思うんですけど、7月ぐらいからね、ちょっとやっぱ顎のラインとかこう出てきましたよね。で、60キロ台、今ね、もうちょっとで60キロ台に行くんですけど、60キロ台になったらね、腹筋の方をね、ちょっとね、公開していこうかと思います。だいぶ締まってきたから、そろそろね、撮影しても恥ずかしくないかなというふうに思いますので、腹筋が割れていく様もですね、ショート動画の方で公開していきたいと思います。それでは今回の動画はこの辺で終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方は、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーの鶴さんでした。